本当に僕とあのゲドの出会いは本当に運命的な出会いでございまして、阪急、梅田の阪急東商店街のエルピコーナーで、ゲドのあの段ボール箱のあのゲドと、ジェットクライブを買ったのが運命の出会いでした。その時あの村八分とどっちにしようかなと思ったんですけど、ゲドにしてよかったかなと。それでは、ね、それでは、ここで、高田さん、10周年、フィールドの高田さんがね、10周年なんで、皆さん、拍手をお願いします。拍手。ここが10周年ということで、これは今10周年。今回のこのイベントを企画してくださいになった高田さん、高田さん、右選手、オンステージへどうぞ。ミュージックフィールドの高橋さん、どうも10周年おめでとうございます。今後とも素晴らしいロックンロールを応援してください。ありがとうございます。ミュージックフィールドではとても長い高校生の時にゲドのコピーバンドやってて、最後はいつも官僚だったんですけどね。その前はアロハババアだったり、あのダンスダンスダンスだったり、天国への道だったり、本当にゲドの曲は全部知ってます。僕より知ってます。今日もあれはジャストゲドの曲ですね。恐縮です。
ね、今日ね、ローリーの誕生日なんだね。拍手を。